海の歌は、レイフ・ボー,ーン・ウィリアムズによるイギリスの3つの海にまつわる歌の編曲。3つの楽曲とは、プリンセス・ロイヤル、アドミラル・ベンボー、ポーツマスである。曲は約4分の更新曲としてまとめられている。形式的には3部形式に従っており、最初の部分で、プリンセス・ロイヤルとアドミラル・ベンボー、中間部でポーツマスが扱われた後、 最初の二つの歌曲が再現される。この更新曲はもともと1923年に軍楽隊のためのイギリス民謡組曲の第二楽章として編曲されたものであり、組曲の初演は同年7月4日にネラーホールで行われた。独立した楽曲としては1924年4月にウェンブリーで開催された大英帝国博覧会において初演された。 イギリス民謡組曲同様、この作品は、ボーン・ウィリアムズが、ケラー・ホールの王立軍学学校を高く評価していたことから生まれたものである。1942年には作曲者自身による還元楽版への編曲も行われている。1950年代に BBC テレビで放送されたビリー・ブンターシリーズで中間部のポーツマスが主題歌として使われたことにより、 イギリス国内で広く知られるようになった。1980年代初頭には、東イングランドの放送局だった ITV、アングリアの放送開始音楽にもなっていた。両者は共に、ブージーホークス社の音源ライブラリーであった1955年のナットニル式、ニューコンサートオーケストラ演奏の還元楽版の録音を使用していた。この版は CD で入手可能である。 近年のステレオ録音には、リチャード・ヒコックス式のノーザン・シンフォニア、レナード・スラトキン式のフィルハーモニア管弦楽団、ジョージ・ハースト式のボーン・マス・シンフォニエッタ、ポール・マーフィン式のロイヤル・バレー・シンフォニアの演奏によるものがある。元の軍楽隊による演奏は、ティモシー・レイニッシュ式、王立ノーザン音楽大学吹奏楽団の演奏が入手可能である。年のプロムス最終夜では、 BBC プロムスの創設者でありボーン・ウィリアムズの友人であったヘンリー・ウッドのイギリスの海の歌による幻想曲の演奏が恒例となっている箇所においてボーン・ウィリアムズの没後50周年を記念して代わりにこの曲が演奏された。注釈主典。ありがとうございます。